必殺技とは、敵と戦う上で持ち合わせている技術、武器、技などのうちで大打撃を与える威力や破壊力を持つ、もののことである。時義的には、必ず殺す技と解釈できるが、必ずしも相手の命を奪う技とは限らず、必ず殺、さない技とも解釈できる。商標として出願されたことがある。小敵要素が強く技の多い格闘技では、選手の持ち技、 決め技として用いられる。ただし大相撲など伝統的な武道では得意技ということはあれども必殺技とは言われることはあまりない。また武術に形はあるが必殺技の意味ではない。ただし佐々木小次郎のツバメ返しの存在は漫画などの必殺技に大きな影響を与えた。プロレスにおける必殺技は決め技であるフィニッシュホールドとも呼ばれ空手チョップ。 16分キック、万字固め、円髄切りなどが代表例として挙げられる。これらはまさしくそれぞれの選手を象徴する技であった。またこれになぞらえて、格闘技以外でも相手に対して絶対的優位を得る技を必殺技と俗称することがある。野球選手、一郎の驚異的航海士は、レーザービームと呼ばれ、ここから広がり、一郎に限らず同様の後編球を指して、 レーザービームと呼ぶことがある。あるいは、卓球選手、福原愛の王子サービも同様のものと言える。漫画、特撮、アニメなどにおいて、特にヒーローものの作品の場合、キャラクターは必殺技を持ち、それを封じられたりあるいは破られ、新しい必殺技を委得するなど物語に欠かせない要素となっている。ただし必殺技を持たないヒーローも少なくない。 特撮ヒーローの元祖とされる月光仮面には必殺技が存在しない。アメリカンコミックスの主役であるスーパーマンやバットマンにも特に必殺技と言えるようなものはない。ヒーローの必殺技は必ずしも悪役を殺すものとは限らない。西文仮面マシンマンのカタルシスウェーブやウルトラマンコスモスのフルムーンレクトのように悪役を改心させる技が良い例であり、美少女戦士。 セーラームーン、東京ミューミュー等の少女漫画系の作品はこのような技も多い。世界観も必殺技の有無に影響する。機動戦士ガンダムにおいてガンダムはビームライフルやビームサーベルで数多くの敵を倒したがリアルロボットものの失祖である。この作品においてはこれらを普通は必殺武器とは呼ばない。これに対し同じガンダムシリーズでも 機動部東電 G ガンダムでは、シャイニングガンダムのシャイニングフィンガーや、ゴッドガンダムの爆熱ゴッドフィンガー、流派、東方腐敗における奥技、超級波オーデン A 弾、石場隆驚き剣など必殺技と呼べる技が、数多く登場する。代表的なこの種の必殺技として、以下のようなものが挙げられる。テレビゲーム、特に 2D 対戦型格闘ゲームでは、 ボタンを押すだけで発生する通常の攻撃とは別に設定されている技を呼ぶ。設定時間内にレバーやボタンを一定の手順で操作すると発動し、通常技よりも与えるダメージが大きいのが特徴で、あるが一部例外もある。その他のゲームでは使用の際に何らかの制約がある場合が多い。一定の熟練を要するため、対戦が高くゲームの黎明期では、文字通り、 必ず殺す技と言えるほどのダメージを相手に与える技であったが、現在では特殊な操作を要する技一般を必殺技と呼んでいる。また後年には画面内を素早く移動するのみなど、相手にダメージを与えないものも含まれるようになる。例として、対戦型格闘ゲーム初期の代表作、ストリートファイター2では、主人公の竜とそのライバルの剣は共に、 そてから、エネルギー弾を相手に向けて発射する、波動拳、空中で連続して回転蹴りを繰り出す、竜巻旋風脚、上空に飛び上がりながら強力なアッパーカットを放つ、昇竜拳という必殺技を持つ。これらはそれぞれ以下のような操作を行うことで、必殺技が発動する。キャラクターが右を向いている状態において、上に上げた例で、昇竜拳のコマンドはレバーを往復させる必要がある。 ため、他の二つに比べてやや難しい。その分、小流拳の威力は高い。この技を出せること自体がある、種のステータスとなっていた時期もあった。特に波動拳と小流拳のコマンドは、後続のゲームのほとんどすべてにおいて、相手に向かって弾を飛ばす技、飛び上がりつつ攻撃し空中の相手を迎え撃つ技に、それぞれ割り当てられている。他には、レバーを、 ある方向に長く入れて痛めた後に、反対側の方向攻撃ボタンで出せる技や、ボタン同時押しで出せる技、ボタン連打で出せる技、ボタンを長く押し続けてから離すものがある。レバーを足す、パンチ、または、キック3個同時押しのように、いくつかのタイプが複合されたものもある。ゲームによっては特殊な条件で発動し、通常の必殺技をしのぐ、大ダメージを与える。 超必殺技などのシステムも存在する。これには、体力が残り少ない状態でないと出せない、サブゲージを一定まで貯めないと出せない、コマンドが複雑などといった制約があることが多い。名称もゲームにより異なる場合がよくあるが、ユーザーの間では、慣例的に超必殺技と呼称される場合がある。ゲームバランスを崩さずに、文字通り必ず殺す技も試行錯誤されている。 対戦型格闘ゲームのヒットにより、シューティングゲームやベルトスクロールアクションゲームでもボンバー以外にコマンド入力により必殺技を導入するものが現れる。またロールプレイングゲームにも必殺技は存在する。初期には攻撃と防御しか選択肢のなかった戦士にも魔法使い並みの選択肢の多さを与えるために用意されたものである。また、RPG 制作ツールである。 RPG スクールでは知力を例にしない限り、魔法使い以外にも MP が与えられてしまうため、その使い道という考えもあった。もともと日本のみでの発想ではあったが、ストリートファイター2やアニメのドラゴンボールの世界的なヒットにより、海外製の RPG でも採用されるようになる。さらには元祖 RPG であるダンジョンズドラゴンズにまで採用されるようになった。 特許庁によると、バンダイから商標として2016年1月19日付で、テレビゲームやトレーディングカードゲーム、スロットマシンやツリングなどを含む28類で必殺技を出願されていた。登録されると、バンダイの許諾を得ない限り商標権の侵害になる、ため、必殺技という言葉、文字を自由に使用できなくなるが、結局登録はされなかった模様。ありがとうございます。